皆さんこんにちは、トーマグループトーマです。私の著書社員を喜ばせる経営より、今いる社員が辞めずに育つ人材育成の成功法則をお届けさせていただきます。今回は社員を喜ばせる経営のための社内アンケート調査ということで、現在はアンケートの調査だけでなく集計や分析もしてくれる会社に依頼して行っています。社員はウェブでアンケートに答えるだけで、あとは業者の方から会社の報告が上がってきます。2016年3月に実施したアンケート調査から内容の触りを紹介します。調査は7分野で、質問の数は全部で60程度でした。社員はそれぞれ質問に対して5段階、非常にそう思う、そう思う、どちらとも言えない、そう思わない、全くそう思わない、わからないで答えます。報告書にはアンケート結果から分析されたさまざまな分野における社員の満足度、不満足度について詳細なデータが上がってきます。ここまで徹底的にやると、個々の社員の会社に対するイメージや実態が深い部分まで理解できます。社員を喜ばせる経営の質をより上げていくために欠かせない情報となります。2016年に実施した社員アンケート調査の質問事項、経営の方向性について、経営理念を理解している、経営は安定している、事業は社会の役に立っている、社員を大切にしようと努力している、経営方針に納得していると、ね、方向性についてアンケートを取っています。直属の上司について、上司の評価は納得できる、上司と話すことで問題解決している、上司は信頼できる、上司との関係はうまくいっている等々ですね、こういうのをアンケートをさせていただきます。仕事、担当職務について、業務上の目標は明確だ、職場には目標達成に向けて努力する雰囲気がある、これからもこの会社で仕事をしたい、仕事にやりがいを感じているとがあります。コミュニケーションについてはね、会社で悩み事を相談しやすい、上司に意見を言いやすい、他部門と連携ができる、お客様とのコミュニケーション良好である、ね、能力向上については、資格取得や自己啓発が支援されている、今の仕事で新しい知識や能力を得られる、能力が発揮できる業務を与えられている、研修に満足している、職場環境や福利厚生について、人権、男女、年齢等の差別はない、社員の安全や健康に配慮されている、福利厚生満足している、セクハラパラハラはない、人事制度について、自分のステップアップや能力開発に結びついている、自分の能力や業績は正当に評価されている、人事制度や就業規則を理解している、このような感じでですね、一つ一つ掘り下げて聞くとですね、意外といろんな本音の意見が出てまいります。ですからそういう意味では、結構ですね、質問時間かかりますけれども、それに回答することによって社員の思いね、そういうのがあります。例えば諦めてる社員はこういうの書かなくなっちゃうんですよね、実際にはね。ですからやっぱりある程度期待を持たせるっていうところで、このアンケートをすることによって会社が変わるかな。だからこのアンケートを取った結果何にも変わんなかったら、これアンケート2回目3回目やりたくなくなりますよね。ですからやっぱりそれはちゃんと、ね、このアンケートをみんなに発表して、それでこんなことを直していくぞと、こんな問題があったぞということを伝えて、これについてはこういうふうにするようなことをやっぱりやっていかないといけないのかなというふうに思います。もしよろしかったら、ね、評価をいただきたいのと、登録プチッと押していただけるとありがたいかなというふうに思います。どうもありがとうございました。